여러분안녕하세요今週も K-POP で連帯系スタートです。今回もまずは簡単に連帯系とは何か復習しましょう。連帯系とは飛んでいる鳥の飛んでいるや洗っているシャツの洗っているなど名詞を詳しく説明する活用形のことですね。また韓国語は日本語と違い過去、現在、未来といった時制や動詞、形容詞といった品詞によって連帯形の形が変わるんでしたよね。ですので連帯形をきちんとマスターすることがとっても重要なんです。では早速連帯形を学習していきましょう。第21回目の今回はサバイバル番組を通じてデビューを果たした人気グループでメンバー自身が音楽制作やライブ制作に携わるボーイズグループウィナーのディアリーディアリーで連帯形を学んでいきます。まずは一緒に歌詞を確認しましょう。한걸음뒤로가단지아는사이로한걸음뒤로가단지아는사이로さてここで連帯形になっている部分はどこでしょうか。正解は아는사이知っている中ですね。こちらは알다の現在連帯形になっていました。動詞알다の現在連帯形は알다知るという動詞の語感が理由語感ですので連帯形語尾の는がくっつくと語感の理由が脱落して아는知っているとなります。また알다のような理由語感の活用は特殊ですので注意が必要です。ここで理由語感について振り返っておきましょう。例えば今回取り上げた알다知るを見てみるとまず알다に尊敬の意味の活用形せよをつけるとあせよになります。もちろんあしみにだでも合っています。続けて知りますや知っていますはあらよでも正解ですがより丁寧なんにだをつけるとあんにだになりますね。そしてあるだに動画でも取り上げている動詞の現在連帯形をつけるとあぬんになりますね。このようにリール語感の後ろにしお、ぴゅ、にんが来ると語感のリールが脱落します。スポンと落ちると覚えておくととってもわかりやすいと思います。リール語感の活用は特殊ですので気をつけて活用させるようにしましょう。ではここから確認問題をやっていきます。丸1番、丸2番ともに動詞の現在連帯形を使って文章を作ってみてください。2つともリール語感の動詞ですよ。丸一番の答えは、나는새、飛んでいる鳥ですね。こちらは、날다、飛ぶという動詞の語感が、リール語感ですので、連帯形語尾である、는がくっつくと、語感のリールが脱落して、나는、飛んでいるとなります。続けて、丸二番の答えは、빠는셔츠、洗っているシャツですね。こちらも빨다、洗うという動詞の語感がリール語感ですので連帯形語尾である는がくっつくと語感のリールが脱落し빠는、洗っているとなります。皆さんできましたか？それではもう一度改めて歌詞を確認しましょう。2回読みますので
後に続いてシャドーイングしながら読んでみてくださいね。한걸음뒤로가단지아는사이로한걸음뒤로가단지아는사이로 OK です。最後にまとめです。リエル語感の動詞の現在連体形はリエル語感の動詞の後ろに動詞の現在連体形語尾であるぬんがくっつくと語感のリエルが脱落します。リエル語感のリエルはスポンと落ちると覚えておいてくださいね。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は以上になります。今回使用したウィナーのリアリーリアリー、左上にミュージックビデオの QR コードを貼り付けてありますので、曲と一緒に連体形を確認してみてください。そして確認問題はいかがでしたか？正解できたか、ぜひコメント欄にコメントを残してくださいね。またアーティストや曲のリクエストも受け付けています。여러분、다음주도같이공부합시다。